こんにちは、平山茂です。今日は8月14日土曜日でございます。現在時刻は12時15分を回りました。さあ、皆様、いかがお過ごしでしょうか。相変わらずの雨。名古屋も雨が降っております。皆様、ご無事でいらっしゃいますでしょうか。名古屋はね、比較的南の方、僕が住んでる緑区の方はあんまり雨が降ってませんけれども、まあ、この後まだどうなるかね、わかりません。無事にね、無事に過ごせることを祈ります。そして今日から、仕事始めでございます。今からですね、仕事なんですけれども、まあ、ちょっとね、この後あんまり動画を撮る時間がなさそうなので、この時間に撮影しております。まあ、僕のことはね、どうでもいいんですけども、まあ、皆様、ご無事に過ごしていただけると何よりも幸いでございます。ちょっとカメラチェック。今日はちょっと外カメラ、いつもはインカメラで撮影してるんですが、ちょっと広角で撮りたかったので、外カメラで撮っておりますので、まあ、僕の方からは、モニターは見えません。はい、それもどうでもいいですね。はい、まあ、とにかく大丈夫ですから、しっかり対策とって雨に負けないように頑張りましょう。そして本日もお仕事という方は本当にお疲れ様でございました。まあ本当にね、場所によってはちょっとお出かけなんて考えられないっていう方もね、もちろんいると思いますし、まあお出かけできる方は、まあ、くれぐれも天気の急変とかにはね、気をつけてお出かけしていただきたいなと思っております。ああ、大丈夫。こういう時こそ大丈夫と言わせていただきます。大丈夫で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 すからね。さあ、まあお盆休みもね、まだ始まったばかりということですけれども、明日はどんな天気になるんでしょうかね。明日も相変わらずの雨なんでしょうか。ね、せっかくのお休み、お出かけもしたいなという方もいらっしゃると思いますけれども、ここはぐっと我慢なのか、まあお出かけできる方はね、全然していただきたいなと思いますし、せっかくのお休みですから、いい思い出を、いいこの夏のね、夏のいい思い出を作っていただきたいなと思っております。はい、ということで、ではまた明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。また明日。どのカメラ撮ってるの？3つある。これかな？広角は。